こんにちは、新谷の正樹です。本日は奈良市に、ございます大和西大寺駅と平城駅の間にございます三和マンションのご紹介をさせていただきます。間取りの方は 1LDK ということで、広々としたお部屋となっております。天気コンクリート造でエレベーター付きのマンションでおすすめでございます。そしたらまず、リビングの方からご紹介させていただきます。はい、見ての通りですね、広々とした、約16畳ほどございます。広々としたリビングとなっておりますので、ソファーであったりとかダイニングテーブル、大きめのものを置いていただいてもゆったりと過ごしていただけるようなお部屋となっております。そしたらこちらの方がキッチンですね。キッチンの方にこちらシンク、洗い場のコート、調理スペースもございます。またお好みのコンロを置いていただけるスペースとなっております。こちらはシングルレバーになってますので、ね、非常に使いやすいかと思います。水切りとなってですね、上の方に収納部分ですね、下の方にもしっかりとございますので、お鍋もたくさん収納していただけるかと思います。はい、まあ、この辺りにですね、ちょっとしたスペースございますので、調理のですね、調味料であったりとか置いていただけます。またこちら換気窓ございますので、調理するときに非常に嬉しいですね。またこちらの方は給湯器のリモコンになっておりますので、こちらで温度設定が可能となっております。はい、それではですね、リビングに面した隣のお部屋でですね、こちら和室がございます。はい、こちらの方は6畳ほどの広さになっております。お二方の方でしたらね、こちらの和室は嬉しいかと思います。そしてこちらの方、注目ポイントとしまして、はい、こちらの方はウォークインクローゼット付きとなっております。見ていただいた通りですね、非常に広々としておりますので、お部屋の方を散らかることはないかと思います。ハンガーパイプもついておりますので、衣装部屋っていう形で使っていただくのもいいかと思います。次にこちらの方なんですが、バルコニーの代わりにサンルームというスペースがございます。こちらの方で竿をかけていただいて、洗濯物をこちらで干していただきますので、雨の日気にせず洗濯物を干すことが可能な嬉しいところですね。そしたらまたリビングの方に戻りまして、こちらの方が洗面所となっております。洗面所の方にはこちら独立洗面台、シャンプードレッサーになっております。そしてその奥はこちらまた、注目ポイントとしまして、足を伸ばして入浴できるような大変広々とした一坪タイプのお風呂になっております。ですのでこれぐらい広かったらですね、お子様と一緒に入浴することも可能かと思います。次に玄関スペースですね。ちゃんとこちらも、ね、扉がついております。この辺りが、ね、玄関スペースで、下駄箱もしっかりとございます。そしてこちらの方には室内洗濯機置き場、そしてお手洗いですね。お手洗いの方はウォシュレット付きになっておりまして、また窓もございますので、換気もしやすくなっております。はい、おまけとしまして、こちらの奥の方はもともとお風呂があったスペースですね。こちらの方で、まあ、何か収納をしていただけたらと思います。はい、まだまだご紹介の方はさせていただきたいんですが、詳しいご内容は弊社ホームページをご覧ください。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸の正樹では皆様のお部屋探しを全力でサポートさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。